ボロボロだな、俺たち。この力をもってしてこの星の扉を開ける。神よ、我が魂に応えよ。来い、地に引きずり下ろし我が身の一部としてくれよ。すべて私の中だ。協力感謝するよ、諸君。神だと？そんなことができるんだよ。どうだ、埋める。まさか何人です。この巨大人口、人間からは賢者の意志が、ではホムンクルスから破壊したもたら究極の素。そうかね。消しに水でも構わ。あっしょ。格の違いを見せて。いける、兄さん。うん。あまりここをさらばだ。まさか。だが時間のも神を手に入れた私は消えて失せろ、錬金術師。時のために俺の中の賢者の一生頭を各地に配置しておいたのさ。縁というファクターがなければ力は発動せん。縁ならあるさ。空から降ってくる飛び切りでかくてパワーのあるやつがな、食によって大地に落ちる月の影、本影だ。邪魔をするか、オーエンハイム。そのためにここに来たんだよ、モンクルス。
ボロボロだな俺たち。かっこ悪いったらありゃしねえ。でも生きてる。うん、生きてる。痛みを伴わない教訓には意義がない。あれ、あら、アルフォンス！くそ、こんなことがあってたまるか。こんな、こんなアズジア持っていかれた。人は何かの犠牲なしに何も得ることなどできないのだから。この地上に生ける神の子らよ、祈り信じよ、されば救われん。私は太陽神の代理人にして。ラジオで宗教放送？なんだこりゃ。いや俺にとっちゃあんたらの方がなんだこりゃなんだが、あんたら大道芸人かなんかかい？あのなあおっちゃん。いやどう見てもそうとしか。うん、ちょっと探し物をね。ああそういうことかい。ごちそうさん。じゃあ行くか。ちょっと困るなお客さん。だいたいそんな格好で歩いてるから。悪い悪い、すぐ直すから。直すからって。まあ見てなって。そんじゃ行きます。これでいいかな。こりゃ驚いた。あんた奇跡の技が使えるのかい？なんだそりゃ。僕たち錬金術師ですよ。エルリック兄弟っていや結構長通ってるんだけどね。おお、聞いたことあるぞ。鋼の錬金術師エドワード・エルリック。いや、あんたが噂の天才錬金術師。なるほど、こんな鎧を着てるから二つ名が鋼なのか。僕じゃなくて。え、うちのちっかりの。僕は弟のアルフォンス。俺が鋼の錬金術師。え、お、こんにちは。お、あら今日はなんだか賑やか。お、いらっしゃいロゼ。ええ、お供え物を。あら、錬金術師さん。探し物見つかると。ロゼもすっかり明るい。おお、へえ、あの子ね、あん時の落ち込みを。そこを救ったのが生きる者には不滅の魂。その証拠がシセルも。兄さんどうする。教師様。どうも。どうもこうも。それにしてはお二人とも。あんたはさっきの。どうです。いや、でも法則。一般人が未知量が一の。つまりそのだからいい加減。兄さん。ああ、お姉さん。まあ、どうぞこちらへ。教主さん。悪いね。ええ、このように。これは教主様の。ひどい勘。
まったくもう。兄さん、ここは僕に任せて。行くよ。はい。弟撃たれて黙ってられ。これはね、一つ僕もエドワード。ま、その神様の正体。そんな、なあもうロゼ。神様、協議を受けに来たのかね。ああ、ぜひとも教えてほしいもんだ。せこい錬金術で信者を騙す方法とかね。さて、何のことやら。私の奇跡の賢者の石、例えばそのはっ、ご名答、伝説の探し、ふん、この石。あんたこそ金なら、金で、むしろは素晴らしい。見て、いや、そんなこと、単刀直入に、そうすればま、貴様の奴らは、確かに死んじゃうけど、彼女の子、ローズ、教師様、奇跡の技は、あの人を蘇る。ふん、だが、お前の、ローゼ、ローゼ、言ったらもお前の根が、最愛、二人とも、それでも私いい子さ